はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、外国のビールです。サンミゲール・スタイニーという、これどこのだ、フィリピンですね。フィリピン原産、アルコール度数 5%。 原材料が麦芽、ホップ、米。米使ってますね。サンミゲール・スタイニーという。すごいな。名前が。これは、ピルスナーかな。これいくらで買ったんだっけ ?250 円くらいじゃん。どっかしらで買いました。もう覚えてない。ピルスナーか。ちょっと英語ばっかりでわけわかんない。まあいいや。めんどくさいんで、飲みまーす。いや、先ほどまずいやつを飲んだんで。飲んだ後なんで。ね。サンミゲール・スタイニー。ちょっとググってみようか。じゃ、乾杯。お。甘い。サンミゲール・スタイニー。うん。甘い。これ甘い。結構甘いな。世界各国で愛されているフィリピンのベストセラービール。フィリピンでは毎日水代わりに飲まれているほどのベストセラービールです。どんだけだよ。スタイニーボトルと呼ばれる 320ml の小型のボトルのサンミゲール・スタイニーは、ほのかな甘い香りと飲み飽きることのないスッキリ感が特徴で、世代を超えて世界中のビールファンからの愛飲されています。うん。うん。確かに甘い。香りが甘い。というか、まあ甘いですね。ん?うん。あ、ピルスナーですね、これね。あ、やっぱこれ甘いわ。すんごい。香りが甘いのと、まあ、あれ自体甘いな。あ、何種類かあるみたいですね。サンミゲールっていうのと、サンミゲールダーク。サンミグライト。サンミグライト。とかっていろいろありますね。では、安定の。安定の。ワールドビール。ビール、地ビール、世界のビール。というサイトで、ちょっと見てみましょう。世界のビール。これどこだっけ?フィリピン。その他ヨーロッパ、アジア。アジアか。フィリピンってどこだ?違うな、アジアじゃないな。フィリピンってあれだろ?島国だろ。サンミゲール。この人飲んでるかな?わからん。飲んでないかな?あれ、アジアかな?あそこ。あれ、アジアなの?うわ、ちょっと。あ、アジアっぽいです。あ、飲んでる飲んでる、この人。さ、あ、でも、これじゃないやつだな。これアジアなの?フィリピンって。
ああ、残念。サンミゲール。スタイニーは飲んでないですね。多分。サンミゲール。ないな。サンミゲル、ペール、ピルゼンっていうのと、サンミゲルダーク。とサンミゲルライト、まあ、つまるところこれ以外のやつを飲んでるこれ以外のやつ飲んでるな。あっちゃしかもサンミゲルなの、ミゲールじゃない、サンミゲール、こちらにはあれだな、サンミゲールって書いてあるけどな、一応書いてありますけど、ね、サン・ミゲルなのか、サン・ミゲールなのか。ちょっとわかんない。ちょっとわかんないな。難しいよね、英語ってね。サン・ミゲル。まあ、どちらでも間違っちゃないと思うけど。いや、多分。多分あれだ。こっちが間違ってる。サン・ミゲル、合ってる。うん。あ、220円だって、これ。これが間違ってんだ、この。ここに書いてある。これ輸入者の。取引先が間違ってる。取引先のあれが間違ってる。まあ別にどうでもいいけど。うん、これはね、甘い。何回も言うけど甘い。うん。これは甘いですね。苦くない。むしろ甘い。どう考えても甘い。どう見ても甘い。っていう感じです。サン・ミゲルは、1890年創業のフィリピン最大のビール会社だそうです。ほう。なるほど。フィリピン最大か。フィリピンのビールってさ、具体的にどんな感じのビール？俺飲んだことあるか？フィリピン。ほとんど俺外国のビール飲んだことねえからな。言うて。まあ、近いのといえばシンガポールのタイガー飲みましたね。これね。シンガポールのタイガー。
ない。うん、フィリピンのビール、これしか、ないんじゃねっていうレベルですね。少なくともこの人は飲んでないです。このワールドビールの人は飲んでないですね。うん。まあ、それだけ、ね。それだけ、あれなんでしょう。超メジャーな、ね。ビールということになります。あ、でもやっぱうまいな、枝豆な。枝豆がうまいんですが。いや、うまいね、枝豆ね。ほんと新潟人ってなんでこんな枝豆食うんかな。俺も意味がわからん。食っといてなんだけど。確かに普通だと思ってたね。もうザルみたいなのに、ごわーってごんもり。枝豆が、食卓の最後の、夕食に出てくる。まあ、うちは農家だから、まあ、これは普通なんかなと思って。まあ、そもそも新潟ってほら、農家が多いんだね。米どころだから。うん。そういう意味でやっぱ農家の人は枝豆を結構作ってるみたいですね。まあこっちでは枝豆とは言わずに茶豆って言います。うん。お茶の茶に豆。個人的に何が違うのかがわかる。茶豆って言いますね。お茶の豆だからね。知らんけど。ちょっとググってみよう。新潟人の茶豆や枝豆でググります。新潟は日本一の枝豆王国でしたって。すげえな。マジかよ。枝豆消費量日本一の新潟県だって。その種類は40種類以上。地元の人だけが楽しめる甘みと香りをあなたにもなってる。マジかよ。それ知らんかった。普通に知らんかったんだけど。日本一かよ。うわ、すっげえ。蝦夷錦っていう枝豆一株100円だって。すっごい。結構ついてる。うわぁ、すごいなぁ。食いてぇなぁ。めっちゃ食いたいなぁ。確かに枝豆って、こちらだと結構安いですね。うん。普通に、何なんだろうな。いや、うん、まぁ、安いっちゃ安いですね。確かに。なんでかしら。まあ、消費量に日本一だからね。じゃないですかね。ああ、でも。
浅摘み枝豆。浅摘み枝豆。朝摘むんだ。新潟人と枝豆の関係は非常に濃厚です。Facebook。確かに本当にあれだよな。枝豆、安いよな。普通に100円とかでさ、結構売ってんだよ。結構な量売ってたりするんだよな。ほら、冷凍食品とかでもめっちゃ量多くて。うん。なんでこんな食ってんだろうと思ってた。新潟の枝豆というと代表選手が黒崎茶豆。まあ、黒崎っていう地方があるんですけど、地域があるんですが、ほら、結局茶豆なんだよね。枝豆じゃなくて茶豆なんだよね。これなんで茶豆なんか知らない。中の薄皮がちょっぴり茶色がかってます。ああ、確かに茶色がかってる。若干ね。ああ、割と、うん。これは8月頃が最盛期。最寒期。最盛期。お中元の人気商品でもあります。ほっくり丸々太った茶豆を頬張れば、一日の疲れも吹っ飛ぶってなもんです。黒崎というのは地名で、旧黒崎町。あ、黒崎町か。今は市町村合併で新潟市。ああ、なるほどね。いやー、めっちゃうまいでしょ。もう大好きですよ、枝豆。マジで。いや、俺はね、別に枝豆こうめっちゃ食ってて、これが普通だと思ってましたね。なんでかっていうと、ただ農家だから。確かに農家じゃない人にとっては、別に普通じゃないんだろうなと思ってましたけどね。普通に。そんで、俺んちは農家だから、たまたま枝豆が大量になってて、で、たまたまこう、まあ、いっぱい食ってるっていうだけだと俺は思ってたんですけど。で、テレビで、新潟は、枝豆がすごい、とかなんとかね、言い始めたから、え、マジでーみたいな。うん。新潟ではスーパーには朝もぎたて、朝取りたてのものが並びます。だって翌日残った豆はほとんど買いません。買ってきたらなるべく早く茹でる。だって鮮度が命です。もう鮮度もクソもそこで取ったやつだからな、これ。俺が取ったんじゃないですけどね。農家なんで、うちが農家なんで、もう結局晩ご飯前に取ってきてるんでしょうね。多分、ばあちゃんが取ってきて、それを食ってる。まあ、茹でて食ってるっていう。うん。いや、うまいよな。枝豆はな。ああ。確かに、うん。確かに、他の地域で食った枝豆とは全然味が違う気がするな。他の地域でっつうか。まあ俺ね、
だから、大阪に住んでたんで、大阪でも確かに、豆、茶豆っていうか、枝豆は、食ったけど、100均のほら、冷凍のやつ、ね、食ったけど、あれ全然うまくなかったもんな。確かに。確かによくよく考えると、あれと思ったけどね。確かに全然、うまくなかったなぁとは思ってたんですよ。なんか、なんでか、ああ、そっか。それなのかな。確かに全然、あ、これこれ。はい、すいません。秘密の県民賞を見て笑った笑った。新潟県では、そう、これだよ。俺これで見たんだよ。県民賞、何年か前のやつ。この季節になると、新潟県ではこの季節になると、他県人には考えられない、考えられないほどの量の枝豆が食卓に出され、みんながつまみとしてだけでなく、おかずや、なんとデザートとして食べるというもの。まさにその通り。え？他では違うの？いや、デザートとしては食わんだろ。確かにおかずとしては食うけど普通に。てか、むしろ枝豆をおかず以外に何なのって。だって、野菜でしょ。新潟県人は、枝豆が大好き。その証拠に、新潟県は、さや豆。年間購入額が日本一。さらに、枝豆、作付け面積も日本一。堂々たる枝豆王国なのである。だって。え、ちょっと待って。なのに、市場に出回っている枝豆の主な生産地は群馬、千葉、埼玉、静岡、台湾などだって。作付け面積日本一なので年間購入量も日本一なので市場に出さず、過去出せずに自分たちで食べ尽くしてしまう。そういうことなんか。もう結局、新潟で取ったやつは新潟県人が全部もう、占有しちゃうんだ。すんごいな。はあ。他県より新潟の枝豆は味のもダントツにうまいから、これだけ食べるんだろうと。ああ、確かにね。本当に美味しいですよ、新潟の枝豆はね。ああ、こんなに、ああ、そうなんか。まさかの展開ですね。なるほど、なるほど。ああ、確かにうまい。甘さがあるよね、やっぱね。枝豆ね。わかんないけど。甘いもんね、枝豆。ああ、甘いわ、確かに。甘い。うん。ああ、なるほど。だって最初からさ、枝豆なんてさ、俺、他の県で食ったことないからさ、知らんかったけど。ああ、そういうことなんか。ああ、なるほどね。確かに甘いです。うん、新潟の。やっぱうまいもんね、で。しかも大量に出てくるもんね。今日食った分のこれだけありますけども、こんだけね。こんだけの量。これの、何回も言うけど、これの4倍ぐらいは普通に、出てきます。もうだからこんな、茹でて、ほら、ザルに開けるじゃん。で、ザルがこんぐらいでかいね。でかくて、もう、山盛りでブワーって。で、夕食の、もう食卓の真ん中にドカッと乗ってるんですよ。
もうこれがもう主催だみたいな感じで載ってるんですね。いやー、よかったわ、新潟人で。初めてよかったと思ったね。あの、雪ばっか降ってさ、あの、雪かきとさ、雪かきでさ、難儀でさ、な？雪かきでも難儀でも、新潟なんてクソだろ。ね、普通に思ってましたけども。そっか、茶豆か。確かに茶豆うまいよな。それだけであれだよな。この時期はほら、俺もビール飲むし、うん、すごい、ね、まあ、幸せだな、と思います。それでは、サンミゲルサイニー。こちらは、まあ、四つ星安定です。うん。四つ星。それではご視聴ありがとうございました。